皆さん、こんにちは。好きを仕事にする大人塾、片子塾塾長の片子と申します。スマホからズームに入れないということが最近になって多くなってます。今まで入れたのになんで急に入れなくなったんだ。バージョンはちゃんと更新してるのにみたいなことはあるんですけれども、解決方法が2つありますので、解説をしていきたいと思います。スマホからですね、いかないのは、大概スマホです。パソコンは大体問題ないです。で、スマホでも iPhone が特にそうみたいで、特に何が問題なのかというと、Facebook のメッセンジャーとか LINE とかですね、メッセンジャーアプリに送られてきたリンクをクリックしたのに、Zoom に入れないと。今まではリンクをクリックすればすぐ入れたんですよ。にもかかわらず入れないということで、この解決方法なんですけれども、解決方法は2つあります。リンクをメモ帳にコピーしてそこをクリックする。もしくは、ズームを立ち上げて、ミーティング ID で入出するということで、わかりやすく解説をしていきたいと思います。まずはリンクをメモ帳にコピーする方法ですね。例えばこのようにですね、Facebook のメッセンジャーで、ズームのリンクが送られてきたと。で、これ今までリンククリックすれば入れたんですよ。ところがなぜかですね、最近になってこうしたエラー画面が出てきます。しかも英語、もう超パニックですよね。で、この時にですね、真ん中辺にこのコピーリンクというのがあります。なので、このコピーリンクを押してください。そうするとリンクがコピーされます。で、これをですね、iPhone のメモ帳アプリを開いて、メモ帳にこのコピーリンクをコピーします。で、メモ帳からこのリンクをクリックするとですね、なんと普通に入れるということで、なんかメッセンジャーアプリのリンクをクリックしてもいかないのに、そのリンクをコピーしてメモ帳に貼り付ければいけるという、なんか謎の仕様ということで、ちょっとめんどくさいですけど、もしリンクしかない場合はこのような方法がありますということです。それからもう一つの解決方法ですけれども、ミーティング ID で入出をするという方法があります。リンクだけではなくてですね、ミーティング ID というのをもらってください。そしてですね、Zoom のアプリをまず開きます。で、Zoom のアプリを開くと、一番上の方にですね、ミーティング ID っていうのがありますので、そこにもらったミーティング ID を入力します。で、これで参加というふうに押すと、参加できますということになります。というわけで、最近ですね、スマホからメッセンジャーアプリに送られてきたリンクをクリックしたのに、ズームに入れないというエラーが時々出ますけれども、パソコンでは何の問題ないと思うんですけれども、このようなエラーが出た場合には、2つの解決方法、リンクをメモ帳にコピーする、もしくはミーティング ID で入出するということで、方法を覚えておいていただければ、特に iPhone の方は注意ということで、スマホで入る方は注意をしていただければなと思います。